こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケットプラス、今回ですね、ひょっとしたら最終回になるかもしれません。松並ゆいです。さあ、今日はもう飲みに行きましょう。こちら、あの、4年やってきましたが、アクセス数は比較的他に比べて稼いでいるんですが、作物ができてるね。農園に行きますか。いろんな意味でも伸び悩みを感じております。あと6週ですね。プレゼントが届いてるよ。まあ一応休止とさせてください。次回クエスト達成、やったね。再開期間は未定ということで、完全にやめて消しますってことは絶対ないないんで、アーカイブももちろん残します。ねえねえ、オスカー4着でしたね前回。そういえばさ、いいね、いい感じだね。466、レースダービー、この馬は出られないですけどね。ちょっと聞いてよ。ちょっとレース見てみよう。レーシングプログラム、エプソムカップ、マーメイド、帝王賞もありますね。帝王賞、宝塚記念、この辺りかな。でもこれ以上成長余地ないですからね。いい感じだね。ここまでか。今もあの高塚剣かけるか。嬉しいか。よしよし、さあ宝塚剣出しましょう。はい、何です。体重はバッチリだね。嬉しいか。よしよし。こう戸崎騎手はステファノスに乗ってしまっている。みんな乗ってるな。一泊
何です？2番人気だね。ただいまより投票受付を開始します。1番人気ドラメンテです。20番の一つ明け、他北さんブラックアンビシャスラブリーデーだですね。たっぷり調教は積んでまいりました。橋競馬場芝 2200m G1 宝塚記念です。さあ各馬を迎える緑の夢のステージです。宝塚記念いよいよスタートです。今年もあなたのそして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開くあなたの夢はドラメンテか、それとも片の南風か。先行グループからまず見てまいりましょう。北さんブラックがかわしていきました。そして2番手に8番ラブリーデイ、内を通って4番サトノノグレス、11番黒い馬体ラストインパクトマリアライトがそのうちにいます。まもなく第一コーナー、6番カレンミロティック、ドゥラメンテがその後ろ、外を通ってステファノス、内を通りまして3番シュバルグラン、第一コーナー右にカーブを取って第二コーナーサトノクラウン、片の南風、 G1 発制覇なるかどうか。ちょっと離れて7番アンビシャスでやります。もう一度先頭から行きますと、これが先頭北サンブラックでやります。その後ろ3馬身くらいあってラブリーデイ、4番サトノノグレス、ラストインパクト5番マリアライト、ステファノス、そして内からはカレンミロティック、その後ろでやりましょうか。1番ドゥラメンテ、外を通りまして3番シュバルグラン、10番サトノクラウン、そのうち片の南風、それから離されまして7番アンビシャス、依然先頭北サンブラック、そしてその後ろからラブリーデイ、サトノノグレス、そして4番手に5番マリアライトでやります。さあ阪神競馬場は大歓声であります。片の南風直線伸びてくるのかどうか。さあ先頭は北サンブラックが2馬身リード、内が飛んだレブローのドラベンテ、この場は粘れるか。北サンブラックアンビシャス懸命に追う、頑張る頑張る、駆け豊かと北サンブラック並ぶか並ぶか、そこのクラウン、そこのクラウン一着してやったり、岩田康成恐れ入りました。ちょっとやっぱりポジションが後ろすぎた。惜しかったね。ペース遅かったですね。確かに4着2着馬がレースから帰ってきたね。いや温泉温泉いい感じだね。出すいいレースがあんのか。ないな、ラジオ日経賞だな。まあまあかな、ちょっと軽いで、あ、なんか出れないんだ。いや、これ引退ですね、これは。中央戦発勝、しかし G1 取ることはできませんでした。はい、何です？
岡山&海外、海外だったんですね。白い馬。はい、何です？クエスト達成、やったね。はい、というわけで今回少し短めになりました。ここまでです。次回ですね、やる気になったら再開しようと思います。その時まで一旦お別れです。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ねえねえ、今まで遊んできたスターホースポケットの動画集プレイリストに記録しております。 URL 説明欄にアドレス記載します。ぜひご覧ください。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見ていただければと思います。競馬ゲームはウィニングポスト9/2021がありますので、ねえねえ、あと、ファミコン版のダービースタジオ全国版が佳境に差し掛かっております。そちらもありますので、そちらもご覧いただければと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。